のでショコラはなでなでして褒めてほしいです。テーブルの上まだ拭いてないけど、にゃーすぐに行ってきます。飛ぶがごとくにゃー。それがショコラのいいところ。大丈夫？何が？特に何も。オールグリーン。了解、任せといて。にゃあ、ご主人。クンクン、クンクン。にゃあ。さっきよりも。なんか濃い、スリスリ。ふにゃん、私はいつでもクレバーだってしぐれが。今のはフレーメン反応。フレーメンを超えるフレーメン、それが超フレーメン。違う、決して私は発情期にあらず。そんな恥ずかしいこと。どうしたの？そんな顔して。バニラ？にゃ、にゃ、ショコラ。うん、ハム、ハム、ハム、うん、にゃ、ショコラ、にゃ、ショコラ、何を。にゃっ、にゃっ、バニラのかわいい声。ほう、ほう、うん、うん。ダメ、ショコラ。にゃ、にゃっ、ほう。全然体に力入ってないにゃん。バニラ、かわいい。こんなトラーンとしたかわいい顔、見たことないにゃん。大丈夫ですよ、ご主人様。だって、バニラも発情期なんだもんね。違う、別に私は。猫同士でごまかせるわけないでしょ。ほら、体中からこんなに甘い匂いさせて。ショコラ。それに
バニラとはずっと一緒にいるんだから。バニラだってショコラのこと分かったんでしょ。ショコラ、こっくり。ショコラとご主人様がラブラブしてるの見て、バニラもしたくなっちゃったんでしょ。違う、別にそんなことじゃなくて。そんな風にごまかしてもダメって言ったばっかりでしょ。ショコラ。普段は澄ました顔してるのに、こんな顔して。バニラ、めっちゃ可愛いですよね、ご主人様。そんなこと言われても、そのすごい困るっていうか、にゃう。バニラはずーっと我慢してたんだよね。こんな可愛い顔を隠しながら、すまし顔でお店に立ってたのかにゃ。そんなことわざわざ言わないでも。ショコラ、なんかすごい意地悪。バニラが嘘つくからでしょ？素直にならないと。やめてあげないんだから。素直にって。ご主人。ご主人様に助けを求めちゃダメ。ほら、素直に言わないとバニラも辛いでしょ？ショコラだって経験したんだからよくわかるよ。それはそうだけど。バニラが素直になれたら、ご主人様が可愛がってくれるよ。ご主人が？ショコラだってバニラのこと大好きだから、ご主人様に一緒に可愛がってもらえるなら大歓迎ですにゃ。ご主人が変なこと言うから。私のこと
もっと知りたいって。そういう変なことを言うから。だから。主人様にそんなこと言われてその気になっちゃったんだ。そんなのショコラだって。うん、一緒だね。だからバニラのことよくわかるよ。ショコラ。ご主人様はどうですか？バニラが発情しちゃってるのを見てどうですかってことですよ。ご主人。主人なら、その、そういうことも嫌じゃない。でも、ご主人は私なんかでもいいの？私はショコラみたいに可愛くないし、その、猫としても女としても微妙っていうか。看板クローズにしてきたから大丈夫だよ。それにダメだって言ってももう我慢できないでしょ。それはそのそうだけど。バニラかわいい。ご主人様もそう思いますよね。
なの分かってるくせに。ご主人の鬼畜、エッジパティシエ、にゃーん。もう、本当にダメにゃのに、ご主人。だから、そういうのはもういいって。ご主人は、本当に意地悪だにゃ。いじめられるの嫌にゃ。私もご主人のこと、使い猫としてだけじゃなくて、男の人として。だから、ご主人。収まった感じするけど、別の意味でやばい。